メルタイさんお疲れありがとう。こんばんは。あ、待って、こんばんになってる。わ入れたかったんだけど。編集する。よいしょ。こんばんになってた。わ。違う、こんばんはになっちゃった。やめよう。ダメだ、私こじってるよ。わ。サワーになっちゃった。サワーってなんだ。サワー。あ、趣味的になりました。ありがとう。去年からね、嬉しいよ。またね。こんばんは。あ、和菓子でしたね、達成。皆さん本当にありがとうございます。マピね、和菓子好きなので嬉しいでございます。ありがとう。イエーイ、やついフェス。おお、目の前で。こにょさんありがとうございます。あさ太郎さんありがとう。やほー。あ、無味無臭のカルビ。どんなカルビだよ。大阪でプロポーズしてくれるの嬉しい。ちょっと返事を考えときますね。お、ショールームの写真変わった。みちさんとの TikTok 見た。嬉しい。一緒にね、楽しく、はい、踊っております。イエーイ。うん、観光のおすすめはありますか。そうですね、やっぱ有名なのは宮島ですよね。で、そこのね、あの宮島港のね、ところのね、アナゴの白焼きがね、とっても美味しいんですよ。もうぜひそこ行ってみてください。アナゴのね、そう、ご飯がね、食べれたりします。アナゴ飯食べれるけん、そこおすすめ。あとね、宮島の中とかだと、あ、やっぱその鹿がね、見れますよ。鹿にね、触れることができます。そう、あの、まあね、ちょっとね、食べ物とかはその鹿の近くには置かないことが重要です。なぜならば突進してくるので。はい、いや、なんかね、漁ってくるんですよ。で、うちそれでイモピがちっちゃい頃にね、そう、ベビーカーでね、行っちゃって、で、食べ物がね、下のね、ところに置いてあったんだけど、あの、いつの間にか写真撮ってたら、そう、なんか家族でね、ちょっと写真パシャパシャ撮ってたのよ。そしたらね、いつの間にか荒らされてて、あの、ちょっとパパがね、うおーってね、なっててね、あの、はい、若干荒らされました。なのでそこはね、お気をつけください。ホームシックはね、全然大丈夫です。つなさんありがとう。嬉しい。なんかこれサックスだね、ゆみさんの特技のサックスだ。うん、すごいですよね、サックスって結構、あの、息のあれが、なんていうの、息の肺活量をめっちゃ使いそうで疲れそう。バイオリンももちろん弾いてるだけでもう今の時期汗だくになるぐらい疲れるんですけど、そう、どんな、どこでどの音が出るのか、まだ不思議です。ね、堀ちゃんさん、しゅんこさんありがとう。まさたろうさん、なおさんもありがとう。めでたいさん、あら、これは、うん、これはベルですね、ベルですね。あ、かわいい。タワー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 、うん、これはタワー。あ、待って。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あれ、またこれイベントあるの。うん、あれ、ショールーム、あったあったあった。今また新しいの出てる。歌う、ジューンブライド。かわいいね。幸せの鐘をいただきました。ありがとうございます。ありがとう。お祝いサックスと今ね、祝福の音色をいただきました。ありがとう。なるほどね、プロポ
ーズの期間だね。あー、ドキドキ。6月のね、生写真は、はい、ウェディングドレスだったんですけど、皆さん手に入りましたか？申し込みましたか？そしてですね、19から30日までということで、24日、インテックス大阪で、リアルお話し会があるんですけど、そこでね、ナビ浴衣姿で、はい、お話し会をさせていただくんですけど、皆さんそこでぜひプロポーズお待ちしております。すごい量の結婚の申し出がありそうですね。お待ちしております。マリちゃん、サバラありがとう。シュイシュイイエイイエイ。浦部さん、これはなんだっけ、あれだよね、ビジョンリリース、ビジョンリリース、浦部さんありがとうございます。あー、あと浦部さん、にゃんこ聖火隊。これ忘れそうだから勝手に名前つけちゃいます。お祝いの旗と、はい、歌ってるにゃんこありがとうございます。パイナップルパンダさん、ナビです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとう。去年もね、好評でした、ナビの浴衣姿なので、今年もきっと好評なことでしょう。平塚さんありがとう。サックス嬉しい。うん、寂しかった。悲しい。全然そんなことはありませんでした。抱きつかれませんでした。普通にお帰りって言われました。そう、あんまね、そう、今までも久しぶりに帰ってきてもなんかギューっていう、なんかお帰り寂しかったっていうのはあんまなかったかもしれないです。いや、もちろんね、なんかどうだ、結構感想聞かれます。行って帰ってきてすぐに、あ、お帰りどうだったって。でもなんかそんな感じです。そう、お帰りどうだったって楽しかったよって、私も普通にそれで答えちゃうから、なんかそうね、何度かやっぱそのナーピーいなかったり、キャンプとかね、そういうのがあったりしたらナーピーいなかったりするじゃないですか。2泊3日とかで、そういう場合とかも私、そうだね、なかったね。俺もなんか、それが普通みたいになっちゃってるから、わからん。て？私の手？あ、本当？イエーイ。てみとさんありがとう。本当に嬉しい。嬉しいのか。うん。なんかね、手大きいねって言われるんだけど、実際比べるとめちゃめちゃちっちゃい方です。そう、リオちゃんと比べてもなんかあんまり大きくなかったです。そう、リオちゃんの手って大きいんですよ。で、去年よりはもちろんちょっと手は大きくなったかもしれないけど、それでも全然まだまだなんだよね。だから実際はね、あんまそうじゃないかもしれない。そうだね、テニスラケットとかはね、しっかりと持ちたいからね。人差し指長い、本当にこんな感じの手です。普通ぐらいかね。うん、
士会開催されたらね、分かりそうだよね。うん、アズミンとは比べたことないかも。私ね、ここにね血管が出るんだけど、そう、この血管をね、めちゃめちゃ出てるんだけどね、この血管のねところがね、よくねちょっと気持ち悪いって言われるほら、あるじゃん、なんかそういうさ、なんか青い血管。ほら。うん。バイオリン。そうだね。バイオリン弾くときとかはもちろんその小指までさ使うから、人差し指、中指、薬指、小指。そう、ちょっとね小指がね届かなかったりすると弾けないので、長いといいですよね。ピアノとかもそうだね。ピアノとかはオクターブ以上その開く子ももちろんいたので、私の周りには、そのだからオクターブ以上の手欲しいよね、ピアノ弾くときは。じゃないと雑音が入ったりするから、そのオクターブ一緒に弾くときに私もね一応ねドからレぐらいまで手が届きます。そう友達なんかドからミとか、本当にそのぐらいまで行くような手の大きさの子がいたりしました。うん、へえ、うん、そうだね、そうかもね。アルトリコーダー、そうね、アルトリコーダーはちょっと一番てっぺんから下までこうやって自分の手だけで行こうとするとあれだけど、普通に腹部には多分届くはずだね。うん、普通に腹部には届くと思われる。ちょっと指の感覚大きいけど若干。うん、おー、ひろさん久しぶり。大人になったよ。あー、ありがとう、星投げてくださった、嬉しい、星貴重。ピピピトマトさんありがとうございます。うん、そうね、なんか今の流行りだと、何あの音楽の授業でやった魔王とかジーンってやるじゃん、あれラーなんですけど、ラーってオクターブで連弾、あの連番で弾くので、うわーって、あれはね難しそうだよね。ハチウエスト B さんありがとうございます、ハート。うん、こんばんは。水泳だと役立つのかな、手大きいの。でもなんか書く力とか、そうだね、そういうのとかには役立つかも。プルとか使ったりするときとかはなんか手大きいとめっちゃ書くやつが力強くなりそう、抵抗力で。アップルっていうのはその、まあ、よくトレーニングとかで使ったりするんだけど、泳ぎながらトレーニングすることができて、腕がね、そう、書く力もね一応ちゃんすごく必要なので、あのクロールとかの時に使う、あの手のひらにね大きいね、なんかプラスチックのビート板みたいなそういうのをつけて、あのここにねゴムではめてやるんですけど、これをガーンって書く、そういうのをやったりするときは確かに大きい方がいいかもね。インク
今日はねちょっとまとめてます。なんか下ろすの、下ろすとさまた髪の毛がさほわほわになっちゃう。暑いしね、髪上げた方がね楽だしね、暑さがね飛ぶのよ。だけんもう今日はアップです。うん、そしてユーゴにあのやついたなったことがないんです。ゴーゴッピさんありがとう。結婚指輪ピンクベールありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。やばいやばい、またね絵を描かないとですね。うん、あビート板にね歯型つけてる人いますよね。いや本当にあのビート板を使うのね、なんかたまに、ね、嫌だなって思う。だって誰かが食べたってことでしょだってさ、いくら消毒されてるとは言えだよ、誰かが食べたってことでしょビート板をだよいやそういうさビート板あんま使いたくないからさ、なるべくさ新品がさあったらさ新品のをさ使っちゃうよね加賀さんありがとう。夏井フェスのポイントね、そう結構ね高めにしてもらいました。いつもねこのぐらいなんだけど、それより結構高めにしていただきました。あれね実は初めてちょっとねひなさんの髪飾りをつけさせていただきました。そうなんかあかりんさんとひなさんのがに同じリボンなんですけど色味が違う、あのなんかキュートな感じのがひなさんで、ちょっと大人っぽい美しい感じのがあかりんさんだったので、あのちょっとねそらはさんに決めていただいたんですけど、あのどちらがいいでしょうかって聞いたら、あのこっちの方が可愛いからひなさんの方がいいんじゃないって言われて、じゃあひなさんのに決定って、そう今回はねひなさんにさせていただいて、またつける機会があったら今度あかりんさんのねつけてみたいと思います。可愛かったでしょ。うんふふふ。ゴーゴーピさん、ホリちゃんさんありがとう。ビート板はね食べたことないかも、ちょっと食べれないな食べるものじゃないんだけどねあとたまにむしってる人とかもいます。ビート板ビート板むしってて、そういや面白いよ実際ね。そうなんか水泳の行けるところとか行ってみてビート板があるとこあったら絶対にどこかむしられてたりするので見てみてください。うん、人魚のヒレつけて泳いでみたい。私ね昔からそう思ってるの。そうもう実はね本当に昔からそうずっと思ってるの、人魚のヒレをつけて泳いでみたいっていういやなんか海外の動画とかだとあるじゃないですか、人魚のヒレをつけた子供とかがなんか泳いでたりするじゃないですか。あれは私昔すごいちょっと広めの温泉行って、なんかそこでしかも深かったんですよその温泉、まあプールみたいな感じだったんですけど、プールで私その真似をして人魚のようになんか足を一緒にしてなんか泳いでました。ヒレをヒレがなかったから自分で人魚気分で泳いでた時期があってなんかそうお母さんに何やってるのとか言われてなんかそんなことをしてたりしました。はいこんばんは。え、かわいい。え、ありがとうございます。なにこれすごい。すごいすごい、よいしょ。浦部さん、浦部さんありがとうございます。 Thank you ございます。
なの。わあ。ありがとう。え、可愛いね。ありがとうございます。嬉しい。すごい。いい。すごいね。ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。すごいね。うん。あれすごいスピード出るんだ。へえ。写真集でね、いつかね、人魚ヒレできるかもしれないね。そうだね。もうなんか私海外のやつでしか見たことなかったので、その海外にあるのかなとか思ってたんですけど、日本にもあったらね、海とかで泳いでみたいよね、ヒレつけて。こんばんは。うん、ドルフィンキック、魚の泳ぎは、あーそうだね、ドルフィンキックね、タン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 。あのね、私ね、理想のね、タン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 っていうドルフィンキックがね、あの難しいなって思ってる。ん、牛乳美味しいの、また牛乳か、天飲んでる、もったいない。イモピはね、よくね、勝手に牛乳飲んでるんです。ぷんぷん。うん、鼻をつまんで話してもらえませんか。我々は宇宙人だ、よくあるよね、こういうの。ピシッ。なんちゅうお願いだ。こんばんは、トミニーさん、ナピです、よろしくお願いします。あ、皆さんごきげんよう、ごきげんよう。13歳です、中学2年生です。こちらもホロボタポチッとよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。タララ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 赤いカツラかぶって人形のひれつけて、うん、できそうだね。うん、いやまあ飲んでもいいんだけど、やっぱね、その朝ごはんに牛乳を使うのでちょっとね、もったいないなって思う気持ちと、料理とかもね、シチューとかうち、あの冬とかよく作るんですけど、もう作らないかな。もうね、牛乳やっぱ大事なのでよくわからないけどもうよくわかんないけど牛乳大事だなって思ってるから、そうだからね。液タメンジさん、ありがとう、フラワー。ということで、まあ、そろそろね、終わりたいと思います。神戸牛瀬戸大橋、では終わります。お歌の時間だよ。今日のお歌はどうしよう。でも夏にかけて朝ごはんあのコーンフレークになってきたりするんですよ。そう、チョコスコーン、ん、違う違う、それはスタバのやつだあのチョコのフレーク、チョコフレークなったりするので、そうだけん、まあ牛乳はそのためにも結構早くなくなっちゃうからさ、あのフレークになっちゃうとね。ハトポッポ聞いたことあるな。
かいさんめちゃめちゃ、あ確かにもうあと3分だね。ありがとう、いつも。サラタイム、サラケンソン、どうする、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけど、きっと呼んでも来ないんだろう、なんか懐かなそうで、話したって関わったって、あー目処だ、それでも気になってしまう、なぜか無視できないんだ、まさかこれって恋かな、そんなわけない、やめてくれ、壇上のお礼をしますよ。はい、ということでいきます。エゾラベさん、Thank you very much、 ありがとう。時間です、ゴフゴフさん、ありがとうございます。結婚しよう。それでエイズメルタイさん、ありがとう。ねエンホーティーズさん、ありがとうございます。ありがとう。エンフィフティーズデイビタさん、ありがとうございます。シックスイズフィフティートマトさん、Thank you very much、ありがとう。セブンズイズルートさん、ありがとうございます。Thank you。エイトイズオーチャットさん、ありがとうございます。ナインイズポリチャーさん、Thank you very much、ありがとう。テンイズカイトさん、Thank you very much、ありがとうございます。エンイレブンイズイリルマルチさん、ありがとう。テーブイズクミニクルミナルさん、ありがとうございます。クルミワル、セティリーズガッチさん、ありがとうございます。はい、ということで本日も皆さん配信ありがとうございました。2500人以上の方来てくださってありがとう、ありがとう。手には負えない君さ、やった言葉だからこそ、そう余計になんかビビッと来ちゃったよ。エスミー。不意のキスは意味不明、気づいたら知ってた、どっちの方からしたか覚え